町田 TV をご覧の皆様、こんばんは。アカラのボーカルミキコです。元を担当していますトミーです。そして今日はゲストにお迎えしたバイオリンの澤田明子です。はい、今日はこの美人3人でガールズセッションをさせていただきました。町田の皆様こんばんは、こんにちは。今日はですね、いつものアカラの和楽器×ロックに、なんとバイオリンを入れて対決というか、コラボレーションとあと対決という形で今日は送らせていただきました。アッコさん、どうでした今日は。なかなか野外で弾くことって少ないので。そうですよね、バイオリンって野外でなかなか弾かないですよね。そうなんです。野外の時はだいたいセカンド楽器がエレキバイオリンを主に使うので、はい、今回もう一番大事な本ちゃん楽器を使わせての野外はむしろ初ですね。おお、町田で初ですよね。はい、町田で初。あとはトミー、お琴を野外で弾くってないですよね。ないですね。アカラで初めてですよね。そうですね。そうなかなかね、だって天候に左右されるし、そうですね、湿気には弱いし、はい、持ち運びもなかなかですし、そうなんです、ね、本当和楽器をお外でやるってことはなかなかしないんです。でも町田の皆さんだからこそさせていただいてるアカラです。結構命がけですよね。ですね。そうなんです。また和楽器の世界も結構厳しい世界でして、なかなかロックをやったりこうやって野外でやったりっていうのは許されて、なかなか許されていないジャンルなんですよね。そんな中トミーは常識を破るという形で結構こう攻撃をぐいぐい仕掛けてます。そのぐらい和楽器をこうやって皆さんに送りたいという気持ちがあって、今日はですね、和と洋の掛け算だったので、もう本当に新しいことをやらせていただいてます。だからは毎回新しいことを送らせていただくチームなんですよ。はい、参加できて本当に嬉しいです。いや、もう巻き込んじゃいました。巻き込まれちゃいました。そうです、ガールズとしてセッションさせていただきました。今後ともすごい新曲もどんどん今作ってますので、これはまた本当にびっくりすること間違いなしです。今度アカラのメインイベントとかも考えていただいてるみたいなので、またその時もがっつりやらせていただきます。さあ次はバイオリニストアキとミキコのアカラ from ミキコで、なんと10月25日に3時35分からまたここに舞い戻っていきたいと思います。皆様またお会いさせてくださいませ。ということで、いいでしょうかね。いいですね。はい、今日は美人3姉妹で送らせていただきました。笑いながら言っちゃった。では町田の皆さん、また10月25日に。バイバーイ。